鈴木さんももう長く、そうですね、20年ちょっとぐらいですかね、合気道を袖ヶ浦合会で、稽古をしてございます。今現在四段でございまして、袖ヶ浦合気会の、指導部として指導部員として、水曜日のですね、6時半から9時までの8時半かなまでの間の半分ぐらいの時間を担当して、指導に当たってございます。